スタート、このスタートも牽制から入りましたね。初日のドリームレースは後方からの、ね、スタートになったんですけど、脇本選手、まあ、ここは少し、ね、牽制をして前に行こうかなと思ったんですけど、ここは7番の稲川選手、そして1番ですね、山下選手も出ましたのでね、ここは今日は前受けからになりますよね。はい、3番、7番、9番の形で、まあ、稲川選手が前にいますから、これから上昇してきます。松岡選手も後方からこれから上昇してくると思いますね。近畿勢が前段となりそうです。そしてその後ろなんですけども、中段には、神山拓也選手が取ってますので、5番、1番、6番ですね、森田優也選手に神山拓也選手、河野選手ですね、ここは関東の3人です。そして、後方に4番の鳥取選手がいますので、2番の桑原選手、そして8番の山下選手ですね、ここは4番、2番、8番のレースとなります。脇本選手、先日、つい先日ですよね、東京オリンピックにも出場して、中なしでのね、ゼロでの、移動を含めると中ゼロでの参加なんですけども、初日のドリームレースは、深谷選手の先行の8番手、まくり行ったんですけどもね、外外回されて、不発で9着になってしまいました。しかし、力走というのはね、見られましたから、まあ、このレースは、しっかりと前を取って、主導権さえ奪えば、まあ、ここは、他のラインがつける隙がないのかなと思います。それに対して、5番、1番、6番ですね、関東ライン、森田選手も動き立ち回りがいいですから、ここは変幻自在な技で、この辺ね、脇本選手うまいですよね。ちょっと車間を開けながら波を起こして、少しねレースを、変化球を言ってますよね。まあ、この辺もただ前についていて、前が行ったところ順番でではなくて、前を取っても自分でレースをここに回す力、素晴らしいですよね。この辺も余裕を感じますよね。一味変わった脇本選手がまたすかさず引いてすかさず行きますから、まあ、これはよほど自信があって、脚力的にもね、余裕があるのかなと思います。鳥取選手もね、本当強い選手なんですけども、鳥取選手をいとも簡単に、ここは、できてしまって、松岡選手も3番手、しっかりと、食い下がりましたよね。森田選手が後方から、鋭くまくっていくんですけども、森田選手も強い選手ですから、このまくりを見ているとね、なかなかいいとこまで行ったんですけども、やはり、3番手で、いっぱいですよね。もう4コーナーは、3番7番9番、ラインで回ってきて、ゴールでは稲川選手がきっちり差し込んで、ライン上位独占ですね。7番、3番、9番という形で決着いたしました。このレースは打賞からもう本当安定感、安心感があるレースでしたよね、脇本ファンからするとね。そうですね、はい、素晴らしいレース、もう決まってしまったかなみたいな感じでしたね。